も多かったと、そんな壁を打ち破ったというような、そういった話もしておりました。まあ、チームのカラーが超攻撃的サッカーで、まあ、ボールを動かしながらというハイプレス取り返します。稲見でこのタイミングでまた左サイド加藤出てきましたけれども、一つ運んで足元斉藤リターンを待って抜け出した。中央鮮やかな崩し、最後決めたのは森田。ホーム東京ヴェルディ先生、やっぱりワンタッチをうまく入れて、はい、完全に人をつかみに行こうとしたディフェンスのやっぱ後手を踏むようなボールの動かし方でした、ね、もう10分過ぎぐらいまでやっぱりボールを保持しながら相手の立ち位置を見てピッチの上で選手が考えながらプレーする、やっぱそれの強みだと思いますね、はい、マテウスがこの位置まで出てきてアンデルソンゴール書いてる。アンデルソン、すぐに同点藤枝。19分です。慌ててもおかしくないシーンだったんですけどね、はい、しかしまあここまでリーグの数字がちょうど横山西矢の脇に上がっていて谷口からの縦入れ替わって斉藤折り返してきた。右からの折り返し仕留めました染野。後半の立ち上がり東京ヴェルディ勝ち越し。動き出しがやっぱりディフェンスでも少し早いんですよね、はい、その場合鈴木がいて中央アンデルソン、川島もニアに入ってきました。後ろから矢村右足ボレーゴール。ファーサイド詰めてきました藤枝同点68分。最後は鈴木、少しギャップが生まれてしまっている。多分オフサイドの位置は最終ラインが稲見だと思います、はい、少し入れ替わるような形でしたね。谷口のところから縦が入った。森田マイナス林のシュートだ止めた。ナイスキーパー北村、その外側から1人出てきます。そこを使いに行きます。対応するのは林で逆サイドから朝倉も入ってきました。さらには中央岩渕シュートを打つ。ベルディボールです。そしてここで試合終了の笛です。